お疲れ様です。今日はですね、こちら超高回転ロイ台やっていきます。ということで1コース4枚のね、限界突破ロイやっていこうと思います。今めっちゃ強いこのロイ、本当に分かってても止まんないね。まあ、弱点はインフェとか、あとは攻撃されるまでのババとかかなと思います。インドラとかでもね、はい、弱いですね、そういう系です。はい、ってことで、まあそんな中来てもね、勢いでなんとかしていきましょう。高回転で出しまくっとけばなんとかなるんじゃねってことでいきます。まあ強えカードはね、いっぺん出しは強えやろっていう、はい、単純です当たり前なことをするだけです。はい、ってことで、まあちょっとこれはね、暇な1コースでね攻めていきます。はい、でちゃっちゃロイ出したいね俺は。だから、あーめっちゃ遅延スケラーの顔してるね。これタルババなんでラバー薄いよね。ロイもあるね。あーそれ知らん、どちら様です。まあでもチャッチ引っ張りたいな、ね、引っ張ってしばく、はい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 、でしばく、いやいいよ、もう狂いそうじゃね。レベル15だしね。え、それで引っ張るよ。ヒースプでロイゼ回復して。これ見て、来た。もう一回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 マッスルゴリラ行きます。で、これ行っていいやろ、絶対。さあ、墓石とかどうでもいい。知らない。え、これ止まらんくね普通に。なんか知らんけど、ムートだし。うぇいうぇいさあ、普通にロイが強い。H? これだったら半分ぐらいあるの、やばいよ。はい、破壊していく。ちょっとカウンター怖いよね、ぶっちゃけ。とか思いながら、LSP でスケラーね、ボコボコにできます。はい。え、LSP あります。え、おー、しかもスケラーのレベル14なの、幸せ。これ15だったらちょっと考えたんですけどね。はい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 、諦めていく。簡単です。ロイジャイ出したら、しかもね、これ1コス4枚だから、2周目のロイジャイめっちゃ早いのよ。だから限界突破ロイを、その普通のロイよりも多く出せるんで、よりね限界突破に頼っていきます。よしよし、気持ちいいぞ。しかもヒースピとかもね、限界突破ロイと組み合わせるとより事故るでしょっちゅう話で、え、これちゃんと1コス4枚入ってるよな。ゴースト、あ、ウッドとかはね入れてねえのか。なるほどね。はい、マッツレもう2周目。いや、これは本気でヤバいやつかもしれないHP バグってる。よし、15軍団来るとねちょっと厄介ですけど、さあチラ呪文入れてないんで、まあなんかプリンセスとかロケット押しとか来ると、まあ見届けることになりますね、あれ。はい、ちゃっちゃキング起動してえな。え、ロイなのか。うわー、やだそういうの。しかもレベル15やし、ロケコ、え、い、強すぎん、ユニットもろすぎ。いやー、なるほどね、ゴリゴリ来るね相手。これ施設とかあんのかね。相手めっちゃ来たな。結露でもいいけど、一旦調査、相手のユニット調査。あー無理、きちー。まあでも1コスはいっぱいあるんです。1コスはいっぱいあるんですよね。はいはい、多分ね強化、いやどっちなんだろう、分かりづらいな。ロイ、え、ロイだったら2回目にさでかいの来ると思うんだよ。なんでロイじゃねえ、ロケコかババを選んでるんですね、この人は。いやーでかい。いや、ちょっと待ってよ、これ歩くね、ババっすよ。やっちゃう、ヒース、ファイスピー、LSP、ヒースピー。いきます。はい。はい。お、絶対きつい。絶対きつい。ヒースピー回復して、スキルを溶かすんだ。手伝え、手伝え、手伝え。いや、でもレベル15ババ強い。いえ、もう一発。ゴリラ。からの、これ単品ロイ熱い。単品じゃなくてもいい。いや、まあ、ロイ熱い。もうロケコの間に攻めちゃう。ババいないやろ、回らんやろ。はい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 。で今回トルネもあったんで、
ちょっとね、嫌ですけどね。いや、熱いね。キング起動とかいらない。よしよしよし。いや、もう高回転がすべて、ちょっとロイ警戒して。いやー、めっちゃいい、ロイ警戒からの、これ。マッスル？スピリット引っ張るよ。タルババキあったんですよね。避けろ。いやー、攻撃しないとね、弱っちなんだよな、あれ。攻撃しなきゃ。悲しいことに。回転早いよ。どんどん行くよ。まあ、相手もどんどん来るよね。一発。一発でかい。相手も来そう。さあ。お？別にそれ読んだわけじゃない。いやー、どっか行ってくるし。よし！頼む。いや、これで、あー、まあ、トルネがね。そうなんですよね。ババトルネめっちゃ強い。え、ちょっと待ってよ。もしかして、もしかしてあるのか？そっちが。ちょっとだけね。怖いけど、もう攻める。すれ違っていい。いやー、これ守れないんじゃない？トルネ。うぃ、回転早すぎて。何も届かない、足りない。よし、これあるな。ただロイを出すだけのデッキ。ロイだけ、ロイ出しまくって1ボスで回収ね。施設とか取り根もないんでね、本当もう攻めるしかない。することがない、攻めるだけ。さあ460位ついてる。これ初手さ、結露湯もありだし、これ8枚スピリット届かねえことに今気づいた。相手もレベル10、ロイですね。どうする、これケツか。いや、一旦ケツでいっか。いや、ロイ対決、まあ強いかな。あー、それやばいんだよね。ちなみに俺の最も嫌なやつ。そんなことある？ちょっと待って、奇跡、マジでそんなことある？めっちゃきつい。ちなみに、しかもロケコだけレベル15なんだよな。みんなロケコのレベルは高いね。うっんなー、いや、やばいやばい、全て失う。これやばい、俺がさっきまでしてきたこと、やばい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 。普通にレベル15強すぎる。限界突破とかどうでもいい。限界突破ででも追いつける可能性あるっすよね。ババロケコか。なんでこのちょっとロイに強い感じで流行ってんだ。流行ってんのか、たまたま一緒なだけ。いやー、全然いい。これ俺正直1100守る気でいる。気持ちはね。まあ5飛んでくるかな。いやー、これで男は行くしかない。もうギッタギタにぐっちゃぐちゃにヒースピー飛んで、感電でババを溶かしたい。溶けろ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 、いや、マジでやる、全部やれ、もう一発だけ。うわー、惜しい。ちょっと待って、マジでやる、スケドラやべえんだよな、冷静に。てかロイジアもやめんだけど、うっとかない。これデフォルトですけど、相手ババないサイクルなんで。いや、あのロケコやべえ。うっ、いや、もうちょっと、いや、頑張ってるぞ。いや、マジちょっとあるんだよな。行くしかない、行くしかないけど、行ったら行ったらやばい。いや、マジでさ、これ耐えれたら、あ、時間？時間ない？時間ないよね？時間ないよね、マッスル！いや、相手もロイ。俺のロイ強いんですけど、相手もロイなのよ。しかも何この、たまたまロケ4ババっていう。ちょ、ロイジャー以外来て、
ってかこれ限界突破してるのかどうかも怪しい。いや限界突破してないしてないしてない、ただただ15レベルっていうやつね。なるほどね、限界突破してるんで、してない限界突破に負けるのはちょっと複雑な気分になっちゃうよね。どうにかして勝たないと。結露いか、やっぱ序盤初手結露いしてのもう2周目端前即列子、気づきましたね。もう絶対それです。初手号令とかじゃない限り相手がもう初手ロイです。 RT ロジャー、ああもうはい、こう書いて初手ロイで、おいおい、どういうことやねん、もうルルジーしかおらんやんけ。おい、これがクラロワです。今のみんな気づいた、限界突破してようがしてまいがロイジェイが強いんですよ。もともと最強でしたからね、ロイジェイ。ぶっちゃけたまたまトリトン、もともと最強だったんでね。お、相手のトリトン寝てんな。いや、もっとなんか仕掛けりゃよかった。じゃあこれ、いやもうみんなババア、しかもちょっと待って、おかしい、それはおかしい。なんで、いやーもう解決。ああそっか、こっちによくね。しかも俺ウッドね、これやべえか、トリトンもね。じゃあハンターボコされるよな、あんた。あそうですよね、あこれやべえな、多分だいぶいかれそう、もしかしてだけど、もしかしてだけど、あんま行かないでほしい。でウッドとかもあるでしょ、どうせリージなんね。ちょっと、いやーヒースピちょっといい、もう一発だけ。まあまあダメージ的には悪くないね。うん、端前チンパシとか強そうだったな。相手のロイって破壊神だったっけ、相手のロイも進化してましたよね。マジでやべえな。なんか俺さ、高回転でロイ出しまくろうぜっていうのを今回テーマでやってんのに、相手も同じようなテーマでやってる。高回転でロイ出しまくろうぜを企画とかじゃなく素でやってるかな。恐ろしい。クラロワ、いやー一回ケツだね、冷静になんなきゃいけない。ロイジェの頂点はケツやね。誰が何と言うと、いやもうそれ無理無理無理、ライダルだけはちょっとやマジで無理。どうしよう、あれレイジ、いやあるね、この状態でロイ出さないといけないのしんどくね。いやマジであるぞこのワンチャン、真ん中ロイか、あんた欲しい。結構暴れてね、それは行かせていただく。あーめっちゃいいトリトン、やべえめっちゃ来る、ちょっと待って、めっちゃおるんだけど、どうしよう、助けて、めっちゃ助けてほしい。マジでマジでクラロはやべえ今。おーい、ロイジェンしこらなっけ、俺もロイジェンだけど、俺もロイジェンだけどさ、人気すぎないか。今評価1位ですからね、一応ゲーム内評価っていうのかな、使用率と、勝率とかそういったところを加味しての、まあなんか全体的なそのカード評価なんですけど、圧倒的1位ですロイジェン。ちょっとロイジャイしか当たってないんで、ロイ以外を引きたいんですけど、多分ロイジャイですよね。いやーもう結論やるし、いやワンチャン大型か、この感じちょっと違う、ちょっと違うから気持ちだけ丁寧にいこう。あー金ギドできないんだねあれ。おー何これ、ちゃっちゃロイ出してんの、バカロイ来たら一発4枚で回してみたいなね。
新鋭と得るのか、もしっかりしてもらう。折り裂いたんでいっちゃおう。あー、みんなロケホね、ロケホを取りとんね。まあロケホやっぱ必須アイテムみたいな感じ。みんな使ってるよね。いやー入りすぎ。これでもやられたらやり返せ。ゴリラ来いよ。な、何来るんだ。トリトンかこれ。じゃあ穴入れ引っ張ろうぜ。うい、マッスル一応トリトン警戒。はい、強すぎ。どういうこと。いやババ来たけど、なんだちょっと削れてありがてえなこれ。あんまなんかエレジャイみたいな能力を手に入れてるよねババって。これエレジャイ削るやん、同じ攻めながら削る。歩いてるときはまあ何もしないんですけどね。エレジャイの能力を手に入れたロイジャイ、それは強いよ。お願い、ここ抜かさないで。いやーもう美味しい、幸せからのロイジャイ行くよね。ゴーストも行くよね。イチコスもいっぱいあげるよ。エレキとか、あーババね。ゴースト頑張って、範囲で、範囲で頑張れ。てかやっぱり相手もロイでした。すげえ、何これ、みんなロイジャイ縛りして、謎のマジ謎のロイジャイ縛りしてる。やばいやばいやばい、ちょ守れないんですけど。やばいかなこれ、もしかして交換しちゃったら。いやーやばくないと信じる俺は。もう行くしかない、行ってアドバルなんとかしよう。いやーロケコごめんなさーい、ババもごめんなさい。一発一発でいいよ、無理はすな。あこれマジやべ、笑えねえ。いやでもうちには次赤いし、もうここでいい。しかもトリトンなんか引っ張ってくれそう。あれいっぱい出していっぱい出して、エレキどっか行け、この振動でどっか行け。いやトリトンがどっかやるんかい。いやマジだ、ぶっちゃかる。いやトリトンそこが、そんなことある、誰が予想したこれ。おーおーおー、マジかマジかマジか、いいぞよくやった。いやーこれねーむずいけども行くしかない。ほら行って、もうあと神棚で打ってほしい。でこれもう一回今来た今行ってトリトン用に警戒して、あとはいっぱいチコス出して、あとはもう祈り。もう一回行く、もう一回行くしかない、もう一回行くしかない、行くしかない。守れない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 、守るの無理、守るの無理、苦手。一発、うわあ、ロイジャイしかおらん。何このモード、何これ。インフェ入れたい、ロイジャイインフェでいい。いやすげえなー、もうやばいやばいやばい。しかもみんなババも入ってんだよな、たまたまみんなババロイなんだよな。何このババ、どこから来たの、なんでババなんだ。使いたすぎん、ババを限界突破にしてないのにね弱いのに限界突破してなかったら。いやでもこのロイジャイの量はね恐ろしいよね、ぶっちゃけ怖くなってくるよね。しかもライアンって何々ジャイ使いなんですよ。あ違う、いやロイジャイじゃなかったらちょっともう楽しい、それだけで。まあ、ロケコホグとかもあるしわかんないけど、いやホグっぽいね。おやディガロケ的な、暇デリバリー落ちてきた。おーこれさ行ってみようぜ、ミーペサイトし。あー
イーフェ僕突破できないんですよね。よし、しかもミニペッカもいる。うわ、もう多分ロイジャイが、てかロイジャイしかいないことに気づいて、ここロイジャイさえ対策したら後のデッキ全部捨てていけるぞっていう答えのインフェミニペたどり着いてんな絶対。まあその通りなんですけどね。じゃ一回ケツでもう数で押すしかないね俺は。インフェミニペデリー、インフェミニペデリーは無理よ。さすがにこの子でも、この子でも苦しいよね。うー、いやミニインフェ、いやしかもちょっと回転早い。いやまあ諦めずにこう、結論の最後に端前で真ん中インフェの壊し方ボゴースティングか、ミニペンの受けはいっぱいある、ゴブリンの受けもある。はい、よしよしよし。問題こっからあそこになんかできねえかな。いやなんか俺の持ってるルートと違う。いやある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 、でかいのが暴れてる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 。でそっちコス使ったらこれあるよ。いやトリトンが、うマジかよ、普通にご利用してチンパーしたわ。いやインフェミニペデリーさすがにきついと思ったけどね、そんなの関係なかったです。行ってこい親父父ちゃん。いやもうカネ君の HP もすんげミニペッカがねあんま殴れてなかったっすね。地味ノックバックでね、しかも攻撃速度速いからね。ロイなんか攻撃速度も下げてよくない、強すぎだし。いやこれ限界突破ちょっとね多く出せてるからいいね。早く結論したい。いやちょっと取るだけ、もう結論してから考える。もうロイジェイ頼りなんで。あーロケコはね嫌だよね、嫌だよね、ものすごいね。いや回転早いんでもうロイ出せますけど、マイティがいるんですよね。相手のボムお上手。お一発ねじ込んでくる。これもいけます。マイティいるけどそんなん知らんわ、関係ねえな。あー回復してぶっ倒して一発ぐらいやっちゃって、いやーこれ一発入るのね。いや二発これ緊急したいな、無理かな。いやめっちゃ美味しいんだけどそれ。普通に同性来られたらちょっといろいろ考えてた。うっ、いやでかい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 ぞ。これもう行く？ヤンキーすぎ？一回、いや結露いさ、あのキノコ何もできないんだよ。いや男は黙って結露い何度も救われてきただろう。ロッケコスピスピスピぐらいで倒せるんですけど。まあ無理だね、一回これは捨てのサイクルですよね。うわでけえ、しかもやばい。トリトンごめん、トリトンマジでごめん。いやあれさこっちに来たり、いやドスコイ、いやマジでねちょっとあるけど、一発二発
いやー、もうちょっと欲しいな。いや、一気良さそう、これ。ちょっとうざいぞ。いや、ボムミスってるやん。あ、諦めた。オッケー、ローキックをきついとか関係なかったわ。いや、もうどのロイがさ、正直限界突破してんのか分かんないのよ。でも、おい、ロイ残っとるやんと思ったら限界突破してるんですよ。勝て、なんか知らんけど、頑張ってたら限界突破ロイです。はい、いや、ロイやばいね、火力がね、 HP もやばい、もう全てがやばい。多分そこら辺の大型使うよりね、もう限界突破ロイの方が簡単に勝てるっていう新事実。ちょ、ファイスピ届けるわ。出してこないと、おい、チェーンスクラか、エレジェイか、ゴーレムか、アテナ、これもなんか攻めるだけみたいなのないかな。攻めてから考える。まあ、一旦ね、高回転だし、攻めまくって後から考えよう、防衛は。おエレスピ使ったらさ、あのスケキンどうしよう。まあなんとかなる、1こそ多いし。やばい、痛い。いや、でももういけます。ここもう一枚いるぞ、相手。いや、アイスウィズのスローに弱いんで、まあ、一回ちょっと待って。いや、これね、後ろから出すのはさすがにもったいないんで仕掛けるんですけど、おー、相手の方が仕掛けてきた。え、これさ、めちゃめちゃありがてえぞ、ほんまに。え、これでもうコストきついきついやん。素直になってみ。墓石もだってぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃ、キースピ回復ぐっちゃぐちゃ。お願い、ソウルこれだけやめて、これで折れる。だから、うっ、帰ろ、ゴースト。いやー、ゴースト3コスでこの戦の優秀すぎる。いや、褒めたらすぐそれ。いやー、守られんだ。守られると正直嫌なんですけど、いや、オッケー、相手も警戒してる。あー、それお上手。でもそんなに攻めて、このカウンター大丈夫かい。頼む、普通のロイ試合、普通でも頑張れるやろ。なんか取ってる、エレスピ簡単、一発だけでいい、一発だけでいいんだ。いや、2発、あ、これもうやれる、はい、これでもうその11効果とかで火じゃないっす。なんならこれ守れる、大丈夫、こっちは守れるし、あっちの2個目を破壊してキングもね。はい、火力お化けでした、ロイジャイ君。